こんにちは、仏壇こと .com の高安です。沖縄の仏壇ごとに興味がある人のための YouTube チャンネルです。さて、今日は法事の朝にお墓に行けない時の対処法っていうことで少しお話ししていきたいと思います。ここで言う法事っていうのは初7日から四十九日までの間のなんかなんかもですね、北なんか南なんか湯なんかいつなんか無なんかで四十九日があって百花日があります。で、その後、100日からしばらく経って1年期、3回期、7回期、13回期、25回期、33回期。このすべてが法事って言います。皆さんも、これはやってますよね。親戚とか自分のお家とかでよくやってると思います。ただ、その日の朝、お墓に行くっていうのをあんまりわからない人が多いんですけど、本来は、行きます。で、この持っていくもの、なんですけど、共通です。全部。初7日から33回忌まで共通なんですけど、簡単に言うと、だけど、25回忌と33回忌は、うふすうこうってなってるので、重箱は赤ですね、これ。重箱は赤。他は全部法事なので白です。だけど、25回忌と33回忌だけはお祝い。うふすうこう、大きいすうこうになるので、大きい数個、大きい法事、お祝いの法事っておかしい日本語なんですけど、お祝いのになるので、ここ赤になります。で、この何か何か、四十九日までの何か何か、百花日、1、3、7、13回忌までは、早朝から午前中でお墓参りをします。この時には、うちあとと、重箱。なので、法事は重箱なんですね。お皿じゃなくて。お家でやるのになんで重箱なのって。シーミーは向こうに持っていくから重箱だよ。お盆はどこにも持っていかないからお皿だよっていう風な考え方があるよって言ったんですけど、なんで法事は重箱かって言ったら、お墓参りに持っていくからっていう考え方です。で、あと、内カビに汁カビに線香ですね。これをお墓に持って行ってお供えして。今日は、例えば、蓋なんかですよ。誰々の蓋なんかですっていうことで案内をかけてからお家の仏壇。での法事っていう順番です、本来は。だけど、できない時ってありますよね。どんな理由でできないかなっていうのを考えたら、大体この3つに分類されると思います。天気。天気が、例えば時期によっては台風だったりとか、大雨だったりとか、山の上にお墓があるっていう人もいて、危険を伴うとかですね。この天気では危険を伴うとかっていう場合の天気とか、あとは距離。物理的にもう、例えばお墓は離島にあるから、朝離島のお墓に行って本島の仏壇に来るっていうのはもう物理的にちょっと難しいだろうっていう場合の距離っていうのがあります。あと仕事などの都合っていうのがあると思うんですけど、この3つじゃないかなって思ってます。天気は人間の力ではどうにもなりません。人間の力ではどうにもならない。で、距離も人間の力ではどうにもならない。だけど仕事の都合って法事って急に起こるわけではないので、法事の場合は必ずこの人が行かないといけないでもないんですよね。例えば喪主の人が仕事の都合でどうしても行けないときは、その喪主の人の配偶者だったりとか子供だったりとかおじさんおばさんいとことかっていうふうにお願いして、この、お墓に行ってもらうっていうのをやるっていうのができるんじゃないかなと思ってます。なのでこれは代わりの人ができる、人ができる。でも人間の力でどうにかなる。の力でどうにかなる。っていうのから考えたら、いけないっていう場合はやっぱり天気と距離。だったら、例えば、ひぬかんから通しました。私たちは、沖縄市に仏壇があって、国神村。国神にお墓があります。この間ちょうど100日終わったんですけど、その時に、例えばですけど、朝の7時に国神に行こうと思ったら、ここを4時に出ないといけなくて、4時に出て、朝の7時に国神に着いて、お墓に重箱とかお供えして、それから、8時ぐらいに沖縄市に戻ってくる。って言ったら11時。で、この11時からまた重箱を仏壇にお供えしてってやると、朝の4時には重箱ができていないといけないので、ちょっと1日で
往復だから200キロから300キロを往復するっていうのはあんまり現実的ではないスケジュールになってしまうので、じゃあその日どうしたかって言ったら、朝起きてこの日ぬかんから今日はこの距離があってこんな理由でお墓には行けません、案内には行けないんですけど、あの日の神様から通してくださいっていう風にして話をして、百箇日やりました。で、百箇日の前にもあのお墓に行くこともあるんですけど、百箇日終わってからまたお墓に行って、百箇日の時の朝は来れなかったんですけど、終わりました、無事に終わったっていう報告をしに来ましたっていうことでお墓に行くっていうのはありだと思います。私たちはいつもそうしてるって感じかな。なので天気と距離の場合は日ぬかんから通す、これはなんでかって人間の力ではどうにもならないから。だけど仕事などの都合は代わりの人ができるし、仕事変わってもらったりとか、まあ、その、お墓に行くのを変わってもらったりとか、どっちを変わってもらうかっていうのはその人の状況にもよるんですけど、その場合、この人間の力でどうにかなることは、変える努力をしようと。変える努力、やる努力っていうのかな。知らなかったらお墓に行くってできないんですけど、知ったら、やっぱり行ってっていう道理をちゃんと考えてやった方がいいかなと思うので、こういう風に考えてください。で、まあ、ね、お墓はなくて、お寺に預けてやるっていう人はお寺で同じです。墓参りの代わりにお寺で行って、お寺に今日、例えば13回忌だから、いついつ13回忌、誰々の13回忌なのでっていうことで、それでお墓参りに来ましたっていう報告をしてから、法事っていう流れを考えてみるといいかなと思います。で、実際この49日終わった翌日、50日目っていうのは、お墓のとどめに行くんですけど、この日は重箱いらないので、実際法事の朝にお墓に行けないっていう場合は、日ぬかんから通す。その時、何をやるか日ぬかんから通さないで直接行く場合は、お茶筒とか重箱とか持って行ってやるっていうことなんですけど、この日ぬかんから通すのも、例えばね、この理由が、難儀だから行きたくないから、日ぬかん通しといてねって言ったら、神様からしたら、はぁ、なんでよっていう風になると思うんですけど、そういう理由じゃない場合、天気とか距離の場合っていうのは、ちゃんと日の神様に説明をして、こういう理由で行けなかったって、行けなかったっていう相談報告をして、それからまた時期はずれるかもしれないけど、またお墓近くに行くときには、また報告をしますっていうことで、日の神様から、お墓、どこどこの国神さんのどこどこのお墓に届けてくださいっていう風にして、日ぬかんをお通し番として使います。お通し番として使うっていうやり方で対処をしていきます。なので絶対これをやらなきゃいけないかって言われたら、私たちはやらなきゃいけないって教えます。やっぱり昔からこれはこういう風にやるんだよっていうのが道理で決まっているので、これを私の一存で、やっぱりもう今はもう令和の時代だからやらなくていいよっていうのは、ちょっと決められない内容。なので、天気とか距離とか人間の力ではどうにもならない場合は、日ぬかんでお通しをする。人間の力でどうにかなるものの場合は、極力調整をする。もし調整でどうしてもダメだったら、これもまた同じ日ぬかんでお通しをする。っていう風に、対処をしていけばいいんじゃないかなと思います。もうそろそろ法事だよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、法事の日の朝に重箱持って行った時に草ぼうぼうしてたら、草刈るところからスタートしないといけないので、重箱腐れたりとかしてしまうので、その、ね、なんかは、まあ、毎週行ってるんだったらあれですけど、この多分納骨する時に草刈りとかしてるので、百箇日の前に少し草刈り行くとか、1年期、3年期、73、25、33の前にもちゃんと草刈りとか、掃除にしっかり行って、綺麗な状態で当日を迎えるっていうのがおすすめだと思います。はい。今日は、法事の朝、お墓に行けない時の対処法についてお話をさせていただきました。ということで、今日はここまでです。今日も良い一日をお過ごしください。最後まで見ていただき、ありがとうございました。